こんにちは。今日はですね、僕が普段講習会とかで使ってるような、エクササイズとかテキストをちょっとまとめたものを2つ紹介したいと思いますので、よかったら皆さんぜひトライしてみてください。1つ目がこのリップエクステンションフォーテューバー。まあタイトルだけ聞くとちょっと何のこっちゃ分かんないんですけど、ですね、まずは基礎練習って自分の目的に合わせて練習するのももちろんだけど、レベルに合わせてもいろいろエクササイズとかって自分で組み立てて練習すると思うんですよね。そのためにレベルの異なる4種類のスラーのエクササイズをちょっとまとめたのがこのテキストになります。まあ見てもらえばわかると思うんですけど、簡単な滑らかなバルブを経由したスラーとか、基本的なリップスラー、あとちょっと音域が上がったり下がったりするエクササイズ、まあスラー、リップスラーともにいろいろ書いてあったりで、最後により幅広い跳躍が加わったスラー、これかなり難しいんですけど、あとちょっとおまけでリップトリのエクササイズが加わったりしてます。例えばちょっと自分の中で今低音域を練習しているとしたら、ちょっとこのエクササイズだったら12番加工系のスラーがついてたりします。あと低音域のなんだこれはリップスラーの練習とかもあったりして、自分の目的とかレベルに合わせてちょっと練習のこうなんていうのかな、バリエーションを増やしてみて見るともっと面白くなるんじゃないかなと思います。あとはその自分の頭のイメージと唇のコネクション、つながりをもっと強くすると思うので、ぜひ興味のある人は練習してみてください。